どうみなさんこんにちは <laughs>、えー。なんか過分なご紹介ありがとうございました。あのー、時間がえっ、ー、とほ,ほとんどっていうか1時間半、15年20年の勉強したことを1時間半で喋るということは非常にあのー、なんていうか大変なことだと思うんですけど、<laughs> あのー。えー 一生懸命話しますし早く早口でしゃべりますのでちょっとシートベルトを締めていただきたいと思いますファスンファスンよシートベルプリースえっといつも私の話を聞いてくださっている方がここで何人かいらっしゃると思うんですけど初めて私の話聞いたことないっておっしゃる方あかなりいらっしゃいますありがとうございますえー、っと1時間半ほど話を聞いていただいたら がんってこんなに簡単に治るんだっていうことがじゃあ分かるということとじゃあ今までなぜ治せないのっていうようなことも分かっていただこうと思ってますで <laughs> 早速内容に入りたいと思うんですけどあのこれはですねちょっと後ろの方見に聞くくてごめんなさいあの自然な療法の方ががんを治すという本が出ています今井光一,一さんっていうあのマクガムレポートを訳してくださった方が、えー、残念ながら何年か前に亡くなりましたけど えー、出してますこの、えー、本をぜ,ぜひ読んでいただきたいと思うんですけどアメリカで上院下院40人の,あの方がですね、えー、集まって、えー、開く会議があります OTA っていうんですけど Office of Technology Assessment といって内政外交のアメリカの政策基本政策を決める委員会があるんですねでその、えー、委員会が本当に抗がん剤は効くんだろうか とということで1年半にわたって743人の末期の肺がん患者を見たですねそれで3剤入れるグループと2剤入れるグループと1剤1剤4つのグループに分けて調査した1年半にわたる20の大学とか研究所でやったんですそしたら結論は抗がん剤は増がん剤でしかないという結論ですねでここにに番下に書いてありますけど3000ページの レポートですがんの病院学ということでアメリカ政府は公式に抗がん剤は増がん剤でしかありませんよということを発表しているんですでもこの情報は日本にはほとんど入ってきていないんですよね我々は情報は本当の情報は新聞テレビラジオこういうのを読んでたんでは本当の情報は入ってきません福島の情報が新聞ラジオテレビで本当のことが入ってきましたですかってむしろ聞きたいですよねうん 癌に関してても同じだと私は思ってますで、えー、なぜいつもこれを出すのっていうことなんですけどあのもう分かってる方はあ,のあれなんですけどこの方あのハーバードビジネススクールのある教授大学院での授業なんですけどあ半分の学生さんにこれを見せたんですねな何が映ってますかっていうと皆さんご存知のように何、えー、ですか 若い女性、30代の40代かな女性ですよね、でちょっと後ろ向いてって、ちょっとデートに誘いたいなみたいな、どうですか、男の人。うん、で、これを数分見せて、ですね次にこの図を別のグループに、半分のグループに見せたんですよね、そしたら今度は30代ではなくて80代、90代の女性が写ってるわけですよ。ね、そして えー、その後でですねこれを見せた、えー、そして全員に今度これを見せたんですけど、えー、初めに若い女性を見た、えー、グループはこの中に若い女性を見あとで、えー、そのおばあさんを見せたグループはこの中におばあさんしか見なかったです。教育っていうのはこんなもんですよ。そういう見方を一旦見つけちゃうとそれ以外の見方ができなくなるんです。 この中におばあさんがまだ見つからない人かなりいるはずなんですけどあらこのグループはすごくいいですねあら阿保先生も見ないですか <laughs> 阿保先生もあの若い子ばっかり見てるもんですから毎日あのおばあちゃんがここに見えないんですけど8090のおばあちゃんが今ここにいるこの図にいるんですけど8090のおばあちゃんですよ魔法使いみたいなおばあちゃんがいる うん、ずっと時間を取りたいんですけどそうもいかない <laughs> 20分ぐらいこれ分かんなかった方がいました若い女性でねでその方十分時間があったもんですから待ってたんですよ早く見つけてみたいにそしたら皆さん見つけた時何て言ったと思いますかああって言いましたねうんえどうですかねあんまり時間阿部先生どうでしょうか <laughs> 先生結構、結構思い込みが激しい、うん、若い女性しかいないと思い込んでいる人には若い女性しか見えないですねでおばあさんがしか見えないと思っていればおばあさんしか見えない安保先生があの見つけるまで待ちましょうかみたいな <laughs> <laughs> すいませんあの、ここに眼鏡があってここにも眼鏡があって。 これが鼻で、顎で、えー、これが口、見えた見えた,見えた、すごい。<laughs> あの勉強するときはです、ね、われわれはあの5歳、10歳、小学生に戻るような気持ちで勉強すると、すごく頭入ります、ねあのえー、見えたときは先生が今おっしゃって、見えたって大きい声で言う,言うことですよね。うん で私が今皆さんの前で偉そうに話してますけど私はあのこのがんコントロール協会っていうところキャンサーコントロールササエティっていうんですけどここにあの6回ほど行きましたであの初め行った時は全く英語分かんなかったやっとこの頃分かるようになっているんですけどあのこういうところに身をさらすのはつらいですね英語分かんない時わっとこうやられるとで、まあ、そこで勉強してきたんですけど あのこの学会は、えー、お医者さんとかカイロプラクターだとか栄養士だとか看護師だとかいう集まりで抗がん剤放射線を使わないでがんを治そう,治そうというグループで歴史は39年ありますですから、あのー、このグループがやってることはすごいことだと思うんですねで3日間50人のこういう前に出て話す方がいらっしゃいますで阿保先生も3年前に我々と一緒に行ってくださいました でこれがスケジュールですけどこの方皆さんご存知だと思うんですけどあ知らないかごめんなさい知らないね <laughs> あのトリオルスパンチョスって皆さんご存知だと思うんですよねトリオルスパンチョス、えー、あれはあのーえー、と3人ともお医者さんなんですね、えー、メキシコの軍医ですでそのうちの1人が、えー、医学の世界に戻ってそれで病院を作ったこれをコントローラス病院っていうんですね コントラス病院の次男坊でこの前4年前でしたかねうちのクリニックでこの先生をお呼びしましてあの講演会やらせていただきました300万の赤字になりましたけど <laughs> <laughs> でこの先生の病院コントラス病院を日本でなんとか作りたいなと思ってるんですねでこの方がマックス・ゲルソンのお嬢さんで80今年8歳か9歳になられると思うんです3月で今もってお元気です 自分で車を運転なさいますで牛乳牛肉を食べたことがないミルクを飲んだことがないという女性ですねあのベジタリアンですでこの先生のところで私勉強してきましたドンスバックっていうんですけどちょっと太ってますけど私と同じように <laughs> 末期のがん患者が、えー、231人、まあ、この当時見ててこれまで見てて約69%が生きてますよって この成績はああのすごい成績だと私は思います5年生存率69%末期で、えー、この先生はあの皆さん有名な阿保先生で今日は阿保先生がお呼びできたことをすごく私嬉しく思いますであのここに星野先生がいらっしゃるんですけどこの方20年前にあの癌になってですねあの大腸がん手術をしたんですけど あのえー、と肝臓にすごく大きな腫瘍があるっていうんであの友達は医者はね、えー、抗がん剤放射線やれと言ったんですけど彼は断固拒否してあのゲルソン療法で治したと今の方が元気だということですねがんはそんなに多分難しくない病気であるで今日は阿保先生いらっしゃいますので、えー、っとあの阿保先生のお話 の前にですね阿部先生の前座をやらせていただきたいと思うんですけど私たちの赤血球や血液の中にはですね白血球といって外からばい菌が入ってきたとか中に異常がある場合は中に何か異常が起こった場合それを対治してくれる免疫細胞というのがあるんですねで、えー、と縦横高さ 1mm この中に約4000個から8000個いるんだそうです。私が今しゃべってる全部あの 阿保先生の受け売りなんですけどその中にはですね下流球とリンパ球と探球と大き,く大きく分けてこの3つしかないんですねで、えー、その割合を見ると下流球は55%から60%ですよとでリンパ球は35から40%ですよで探球は5%でこれが探球と言われると思うんですねでこれが下流球と言って えー、ここに何かちょっといびつな形のこれは核なんですけどこれは、まあ、核丸いですよねこっちはこっちはなんかいびつこれあの核の分用分かれる葉っぱって書くんですけどこれがあるのは下粒球といって,言ってこの下粒球は体の中をパトロールしてばい、えー菌,えー、菌とかカビを食べてくれているですね。で、えー、この下粒球は骨髄で作られるそうなんですけど 約2日しか行きません、2日で、2日後にはだ3日後には、3日目にはもう死んじゃってるじゃあ、皆さん、なんで我々の体にいるこの下粒球大事な下粒球はゼロにならないんでしょう今日はあは皆さんにどんどん質問しますから、な、え、ん、ー、でゼロにならないんだろう、3日後にというと、毎日作られているからですよねところが、抗がん剤を入れてしまうとこれが作られなくなる。だから ほとんど日日かににはゼロになる。その時に、はあはあ、この空気中のカビとかばい菌を吸い込んだら肺は肺炎になりますよねで、えー、まして病院でそういうことやったら病院って病気の巣でしょそこで抗がん剤ボンって入れられたら肺炎になりますよこれで死んだのが原田芳雄だよねこの前亡くなりましたよでこういうもので我々は死んでいくっていうことなんですよあの抗がん剤入れると。 それでここに下流球が55%から60%これ正常の割合ですねで全体で4000匹から8000匹いるんですけどそのうちのこれはパーセントですですから自分の血液検査をした時にそれがどういう割合であるかということを知ることはすごく大事ですねそれでうんえっと進行感になるとこれがどうも下流球がどんどん増える80%から85%増えて リンパ球これがんと闘うものですけど10%から15%に下がるわけですですから進行がんなってくるとどん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 このリンパ球が減ってしまうことが問題このじゃあどうやってこのリンパ球を増やすかこれは阿保先生が、えー、1 2三年十二年ぐらい前に見つけてくれたんですよわかりますでしょうかそれでじゃあどうやってこのリンパ球を増やすかということがすごく大事なことなんですねでその前にあの我々は ちょっと知らなくちゃならないことがあるというのはどうしてかというと私たちの命はこの自律神経というのがどうも作用しているらしいで意識しなくても夜寝る前に、ね、心臓さんって明日の朝まで動いててねなんて言う人はいないですよね命は維持されているわけです呼吸数も17か18これを続けていられるわけですねこれを自律神経というのがやっているんです。 で昼間は主に交感神経が働いて、えー、夜は副交感神経が働くんですそれで、あのー、交感神経いろいろあるんですけどそのうち代表的なものがここに挙げましたアドレナリンとノルアドレナリンというやつなんですねでアドレナリンは、えー、書いてありますように闘争ホルモンですねノルアドレナリンは、えー、ノルアドレナリンは副、えー、ごめんなさいあのやっぱり闘争ホルモン で発音同じなんだけど字が違うんですねでアドレナリンは闘争戦うホルモンでノルアドレナリンは怖いホルモンですで皆さん泥棒に襲われた時に例えば怖いと思うわけですよねその時にドーンとノルアドレナリンが出てるんですそれでそしばらく経つとねその泥棒に対してこの野郎って気になってきませんでこれはノルアドレナリンがアドレナリンに変わった証拠なんですね で私たち子供の頃よくあの、えー、深い井戸なんか覗き込んでたら大人が脇をつかんで「ふっ」てやられたことありません <laughs> ありますよね。おもしろがってね。その時に「あ怖い」と思うでしょでその次の瞬間に振り返ってね「何すんの?」って言いません言いますよね。あれは怖い時にはノルアドナリンが出てて怖いと思うんですよ。 で次の瞬間にそれがアドレナリンに変わるんです瞬間的にだから今度何すんのって逃走ホルモンに変わっていくんですよね、うん、でこ,れこれがアドレナリンのレナリンでこれが、あのー、アセチルコリンなんですけどでこのがんの発生メカニズムを知る上にこういうお話の方がすごく分かりやすいと思うんで出しますけどそうですねいつも出させてもらってるのはあの皆さんがお孫さんの、えー、大体60ぐらいの方多いと思うんで。<laughs> お孫さん小さいお孫さんを連れて、えー、どっかあそう熱海あたりあ熱海あんまり行かないですかねあの朝散歩してたとしましょうねそしたらね、あのー「いい気持ちいいね」とか言って、うん「おじいちゃん気持ちいいね」と歩いて両手で手子供を連れてねそのうちに「あれ何おじいちゃん」とか言って向こうなんか3匹ぐらいのなんか点が見えたあどうも犬らしいよってどんどん近づいてきた。 なんかドーベルマンだったごめんなさいドーベルマン買ってき <laughs> ドーベルマンはちょっと近所で飼ってる人がいるもんでちょっと怖いんだけどドーベルマンだったらどうします皆さんよしおじいちゃんの空手の腕を見せてやるってやります、うん、怖いよねどういうことかっていうと我々はあのそういった危機的状況にぶつかるとですね今まで、えー、心拍数が60とか70だったのが急に200ぐらいに上がるんですポーンと。 どうして上がるんですかっていうと心臓心臓からあ筋肉に血液が送られます筋肉に送るなんで筋肉に送られるのっていうと逃げるためです一目散にまたは戦うためですその時に内臓に血はいかなくなりますですねそれから皮膚にもいかないだからブブブ寒気がするですそれであの戦うんですね 森の石松っていう人がいてね今から出入りだいとか言って刀を磨いてる時にねやろうども行くぞとか言う時にあの森の石松はちょっと親分とか言うでしょんだ石っと台がして」とかそれ皆さん笑うんですよなんで笑うのこいつ怖くないんだ、ね、リラックスしてるから台がしたい本当はだからこういう犬が襲ってきた時に台がしたいなんて人いないわけですよあの内臓全部止まっちゃう だから便秘ななりがちになるんですねそれであの今言ったようにあの犬に襲われた時には瞳孔が拡大するんです、バーンとなぜかというとに逃げる道はないか武器はないかそのためにカッと一瞬でそれを見てですね次の行動を取るですね怖い、戦うで心拍数にうん主に筋肉に血液が行くそれで、えー、棒を振ります。 この時に10回振り回して疲れたらバクってやられちゃうま <laughs> この時は100回、200回、いちいち振り回しても大丈夫ですよ。火事場のバカ力から見て。それで、えー、ラッキーにもね、コツンって犬にあ当たるわけですよ。犬にね。そしたら何て言います、犬は。キャイーンって言うんです。そ <laughs> れで逃げてくそしたら、へな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 。立ってられないもんね。そういう状態になるんです。何が言いたいのっていうと。 皆さんここですねがんの患者さんはこの交感神経優位の状態にずっとあるんですで交感神経アドレナリンノルアドレナリンをコントロールしている、えー、このホルモンが出ると下流球が増えるとということなんですだから怖い怖い生活ばっかりやってる人は下粒球が増えますよ忙しい忙しいっていう、えー、この仕事やっつけちゃおうぜみたいな人は下粒球が増えますよっていうことですよね でリラックスするとこのリンパが増えますよこれが直接につながってるっていうことを阿部先生が見つけてくれたすごいですよこれはすごいことです私は初めて10年前に先生にこの説をお聞きしてから3年か4年間会う人会う人毎日3回はプレゼンテーションやりましたあのお給料なんかもらわなかったけど先生から <laughs> で今はちょっとやってないですけどであのそうかリラックスすればね がんが治るんだということですよリラクセーションすればこのリンパ球が増えてくれるんだで皆さんあの例えば血便が出たとか血を吐いたっていうことで、えー、なんとかセンターに行くでしょそしてあと3か月だ4か月だ半年だって言われたときに「どうですリラクセーションできますか?」「バザーよかった」みたいな「やったぜ」みたいな <laughs> 無理ですよね。うんで あのこれでやっとね、えー、お釈迦様に会える私の場合だと坂本龍馬に会える本当はどうだったのってねどこで殺されたのってあなたはイギリスまでイギリスまで行っていたって聞いたんだけど本当ってね聞けるでしょ、うん、本当はあそこで死んでないんだっていう話があるですよ、うん、どうですかそれでねこっから、あのー、ですからリラックスーションがすれば我々はがんが治っていくってことが一つですね うん、これ大きなテーマです、リラクゼーションすればいい、笑えばいい、よく眠ればいいということですよ、これが一つ、ちょっとなんかボケてる感じがするんですけど、あのうん、これはですね、ある方のあありがとうある方の血液検査です、であのちょっと皆さん、自分の血液検査の見方ぐらい、ちょっと分かったほうがいいですね。 で私はこの会の,の作りましたのはあの、えー、皆さんにあのお医者さんの前に出てねおじない人になってほしいと思ってるんですね聞く,聞くことも聞けないみたいなだから先生に聞くことは2つ重要なことがあると思います1つ先生は今までこの病気を何人治してきましたかでしょでもう1つこの私に勧めてる治療法を自分にしますか ですよね大体271人のドクターに聞いたある人がドクターに聞いた抗がん剤を、えー、おすすめしている抗がん剤を自分に入れますかって自分ががんになった時に何人ぐらいあの自分に入れるよって、えー、答えたと思いますか271人のドクターはいいい答えですね一人だそうですじゃあ 自分のおお父さんお母さんん母に入入れれれるかこれも入れないでしょう息子娘にも入れないでしょう奥様には入れるかもというとなんで宮根さんここで笑うんですかってかあそうですか <laughs> <laughs> つまり奥さんはどうもその他人だからという答えらしいですね心理がそこにあるあそうかって私はあの名前出していいと思うんですけどあ,の、えっと、あそこ。 えっとえー、静岡がんセンターの中島先生という方の講演聞いたことあるんです、やっぱり名前出して私はいいと思いますね、この方、あの自分の言葉に責任を持ってほしいと思うからあー中野さんのご紹介で講演聞くことができました、そしたらあのその方が、がセンター築地のがんセンターにも何十年も勤めてた教授なんですけどあの8つ、8つ、今いい抗がん剤ができている、イレッサーを含めて、ね、もうイレッサー800人ぐらい死んでますけど。 八つの、し、え、ょ、ー、推薦できる抗がん剤があるって言うんですよ。分子標的のね。で、私、その話、講演聞いた後、聞きました。先生、自分がもし癌になったら、先生がおっしゃったこの八つの抗がん剤、自分に入れますかって。その先生、なんて答えたと思いますか、皆さん。うん。興味あるね。腕組んで。うん。うん。うんって、確か三回になった。それから。入れるかもって言っ。 わ何それみたいな感じじゃありません自分が紹介しておいてね、えー、非常にいい抗がん剤だって推薦できる抗がん剤って言っておいた割には自分にはいれないでしょうおそらくこれが日本の現実ですね現実だから30年40年この病気は治らないんですよね皆さんあもしピアノのピアノが上手になりたかったらどうしますピアノ 自分でで練習すするそれは大事なことですよ、ね、あのやっぱりピアノが上手な上手に弾ける先生で教え方も上手な先生のところに行って習うはずですよね、うん、まあ月謝もほどほどでこれ大事なことじゃあ皆さんがんが治したかったら治せる先生のところに行きますかって <laughs> <laughs> ありがとうございますそうじゃないでしょ 直せない先生のとこに行っ,て行ったじゃないですか今までおかしいと思いませんこれが日本の現実なんですよねなんとかしましょうよって歴史を我々で変えようよっておかしいかそのためには知らなくちゃいけないわけですよあの本当のことはどうなのかっていうこと、ね、でも皆さんは言うんですあの私は素人ですって、ね、あの専門家にお任せしますって 私に言わせると「素ろうとしないのが素人だ」ってこういう「<laughs> うん、では勉強しましょう」勉強して今,今日は阿先生もいらっしゃってますけど「あこんなにしたらがんって治るんだ」って分かることですまず自分が「うん、先生この治療を自分にしないんでしょ」って「なんで我々にやれ」って言うのって日本の人は99%素直いい人。 もう私はもうだからねなんとかしたいと思ってるんだけど皆さん抗がん剤入れたとかどんどん死んでいくのねで私あのちょっと変な話ですけど全然んか話題からそれていくんですけどここに私お金いつも挟んでるんです手帳でありがね全部13万円この前挟んでた時にあの銀行日曜日だったんですけど ATM に行ってね仕送りある人にお金を送ったんですよそしてうんその時忙しくてですねこれを置き忘れちゃったんです そして30分経って電車に乗って電車降りたら気づいたんですよ、あっって、それで日曜日なもんですから、えー、三井住友に電話したんですけど、もうすでにないって言われちゃったの、ありゃー手帳もなくしたし、お金、えー、あの時ちゃんと見てなかったの15、6万入ってたはずなのに、うわーと思って、困ったなと思っていたんですけど、引き返すわけもいいか、もうないんですから。で その日の日仕事は12時ごろだったんですけど終わって夜の12時ごろ帰ってですね交番にひょっとして届いてるかもなと思って行ったら届いてたんですねこれが今日届けてくれた方が会場に来てるかもしれない招待したんですけどあのこの国はすごういう国だっていうことですよねこの国をなんとかしたいと思いますねアメリカ行ってカメラを落としましたけどこの前帰ってきませんね <laughs> タクシーの中にカメラを開け忘れて。 もう帰ってこないもうタクどのタクシーに乗ってたってちゃんと言ってるにもかかわらず戻ってこないですねでだから昨日あ1週間前あの私はお茶の水であの12時ちょっと過ぎに財布を見つけたんですよプラットフォームでこんなでっかいの中見たらお金結構入ってた最終に近い電車でしょ12時15分か20分ぐらいだったんですけど私は運転手に持ってったんですよこれは落とし物ですたらね 千葉に行っちゃうからね駅員なんかでいないやんで電車が一つ電車遅れてね、えー、なんですけどやっぱりポケット入れるわけいかんですよねやっ,ぱりやっぱりそういうあれがありますからあの届けたですけど駅員さんにその代わり電車最終になりましたけどそういう気持ちをね当たり前我々にとって当たり前ですよお金が出てくるのこの国国はすすごくいい国ですよだから人が自分がいいから人を疑わないんだね 医者の言うこと。私も医者だけど皆さんしっかり自分の頭で目を開いてねあの考えましょうよ本当かっていうことですよすみません長くなってでこの,この人ある人の血液検査なんですけどえー、っと言いたいのはですねここに書いてありますが。 安保先,先生の研究をしてくださったことによってこの方の今この血液検査の方のですね白血球数は7600なんです皆さん自分の血液検査を見るとこれを覚えてください7600のことですね10の3乗ですからでこのうちにこの方はリンパ球が17%ですさっき35から40%が正常って言いましたでしょちょっと少なめですよね 7600×17% 1> 約 1, ですがんに勝つためにはこれが1800から2000ぐらい欲しいんだそうですリンパ球はでこの人ちょっと少ない1300この人笑いが少ないのかなね、うん、笑いが少ないリラクセーションが少ないと考えられますがんでなければいいなと思うんですけど、まあ、そういうことですねであこれ、えー、あそうかこれを言う前にですね皆さんね あこの後がいいかな。うん、何が痛い,いのっていうことなんですけど、<laughs> あ、これこれこれね、えー、どういうことかってなと血液検査皆さん病院に行ってやりますね。病院に行ってやります。そうするとどうもおかしいから病院に行って、えー、検査してもらうと、病院では正常ですよって言われる。ね、そして皆さん安心しません？あ、正常だった。どうです？ところがね。 正常だっていうことはどういうことかっていうと生きているっていうことだバリバリ元気で生きてるのとやっと生きてるのと正常範囲にあるんです血液検査っていうのは肝臓腎臓を調整してくれますからそれでここに調整値がこの方はナトリウムが140塩素が106カリウムが4.6総タンパクが7.1ですで そのこの会社の正常範囲っていうのはナトリウムが135から147で塩素が98から108とこの範囲にあればその人は生きているんです生きてる生きてるっていうことは今言ったようにバリバリ元気で生きてるということでは必ずしもないんですそこで皆さんねこれ何でしょうえっと皆さん英語英語はバリバリ俺できるぜっていう英語はバリバリできる あ、いいらっしゃいますね。アメリカに20年行ってたとかねだかバリバリ健康」とちょっと似てるでしょどうです?「バリバリ健康」とバリバリ英語できるっていうのとはいこれ意味どういう意味かこれある中学生のこの文章を訳せと言ったとこの模範解答なん模範じゃないやその生徒の回答なんですけど「バターはミルクから作られる」。 と言うんですけどこの中学生はもこれ今笑った方は笑った方はこの中学生が間違いであるっていうことを知ってるぐらいの基本的な英語力はあるんです。ですよね。ということは病院に行くことではないつまり全く英語が分からんっていうのは死んだみたいなことでしょねバリバリ分かる人と まあこのぐらいの映画だったら俺何言ってるかわかるよっていうのと同じ似てません正常範囲にあるって何が言いたいのっていういやいや言われそうですけど私この英語見てね吹き出しちゃったあ,あそうかバッターは牛乳で作られるなるほどと思いましたけどうんこういう本を買ってきて喜んでるんですけどうんさて皆さんじゃあね私たちの細胞は60兆あるんだそうです60兆。で、この60兆の兆細胞が 全部バリバリ元気。これが健康でしょ。六十兆の細胞をどうやってバリバリ元気にしたらいいんですかっていうことですよね。そうですよね。そうすると基本的にこういうことで考えられるんです。えー、っと、うん、加野先生もウイクスいらっしゃる。七十五、七十五。<laughs> いいですね。七十五バリバリ元気。七十五歳で加野先生は。 76年前にお母さんのお腹に宿ったその時の細胞の数は何,何個 ?1 個なんですよみんな例外なく私たちは単細胞だったのあの人は単細胞だって、うん、<laughs> みんな単細胞だったね私は今62ですけど63年前に私は単細胞だった1個だったお母さんのお腹に宿った時に、えー、卵管膨大部で おお父ささんんかからら来来たたと母熟合体す,るんです、ね、受体それで、えー、子宮に着床するんですけどその時それまで受胎の時は1個で3 0 0 0 3 0 0 0約3兆個でおにゃーって生まれるんですけど、えー、1個の細胞だった時があるこの1個の細胞をどうやって元気にするかが分かればバリバリ元気になれるでしょ。 で、それを三、三、三、あ、六十兆倍に拡大すればいいんですよ。そうですよね。それで、この一個の細胞どうやって元気になんのって見ると、基本的にこの構造を取ってます。一つはね、血液から栄養と酸素をもらうんですね。誰でもそうです。で、ここで生命活動をやって。八十パーセントの老廃物は。りん、あ、静脈が回収します。でも、後の二十パーセントは。 リンパが回収するんですこのリンパは油です油で抗がん剤入れてもこちらしか溶けないこっちに溶けないんです抗がん剤は油だだから皆さんこの油という問題が我々がどんな油を食べているかということがすごく大事です戦前の私たち戦後戦後がんが非常に増えましたけど戦前歴史上の人物でがんで死んだ人ご存知ですか 誰々は乳がんで死んだとか誰々は胃がんで死んだとか戦前の人間で何人知ってますほとんどいないでしょつまりがんっていうのは稀な病気だったということですよ日本人にとってでしょところが戦後爆発的に今増えて3人から2人に1人になってるんですよでこのリンパの流れこれは油の流れって言いました皆さん戦後ね食生活がガラッと変わったこれ肉食です 阿保先生の研究によると飛んでる鳥は43度あるんだそうですよ <laughs> 43度ところが飛べない鶏このぐらいこれ四42度この1度の代謝の差で飛べる鳥と飛べない鳥この43度飛べる鳥を焼き鳥ちってパカパカ食べてたら油 <laughs> がこの油は固まりやすい油だということですよ牛肉もそうだね油この油が問題 魚どうです皆さん魚魚というのは5度、10度の冷たい水で泳ぎまってるでしょあの油固まりにくいですだから日本人は魚を食べる民族だったんでしょだから和食がすごく大事というのはそこですね。これ魚の油だとリンパはツッツッツッと通る。ツッツッツと通るから血液もツッツッツッツ血液、流れやすい血液、流れやすいリンパ、これが第一条件。ね健康になる。 もう一つは流れている血液の中身ですよ。ビタミンとかミネラルとかこういうものがしっかり入った食べ物を取るだから白米はブルーですね玄米あとは五穀十穀昔の日本人は五穀十穀泡ヒゲ麦こういうものを団子にし食べてただ子。ごきびだんごとかねだから力が出た私昔きびだんごってそんなにいいのと思ったんですけど団子がいいんですだ、うん それでこの血液の中身を良くしそれから血流を良くしそれとこの細胞を作ってる細胞膜ねこの細胞膜の健全性ってすごく大事これオメガ3の油、えー、ですあのでこれをね整えることで私たちは健康になりうると思いますで、えー、70ごめんなさい70、えー、可能性75でしたよね <laughs> <laughs> すいませんもうアルツハイマーみたいに。 この4ヶ月、皆さん阿部のの先生をお呼びするのでね、4ヶ月、毎日午前様やってるもんですから、頭がおかしくなって <laughs>、ような気がして <laughs>、こんなにたくさんのね人が来ていただいてありがたいなと思うんですけど、これ、皆さん、何かっていうと、ギャンブルさんっていう人の論文なんですが、1942年、これ、医者はみんな勉強してます。どういうういいことかっていうとか一番左がね、えー 海の水なんです、海水。ミネラルは何でしょうミネラル成分えっ、ー、とちょっと見にくいですかねごめんなさい、えー、これがナトリウムカリウムカルシウムマグネシウム塩素、えー、リンそれから硫黄7つです7つたった7つしかない海の水はねミネラルが主なミネラルですけどあとここに書いてないんですけど微量ミネラルが海にはありますねこれはあの、 鉄だとか銅だとか白金だとかいろいろありますこれ77種類以上あると言われてるんですけどこれが海の水なんです私たちは、えー、覚えてます38億年前に海でね38億年前に生まれた時は我々のご先祖は単細胞だったんですこの時にこの地球に、えー、地球上に酸素はなかった で20億年前まで来て三十億年前か二十億年前まで来てこの地球に太陽の光を受けながら光合成ということが起こるようになって酸素が増えてきたで酸素を使ってエネルギーを作る生命体これをミトコンドリアって言うんですけどこのミトコンドリアと私たちのご先祖は共生したんですね共生一緒に住むようになったそれであの6億年前まで来る。 で6億年前に私たちのご先祖にまた大きな変化が起こって単細細胞胞から多細胞化したで私たちは今多細胞60兆の細胞が、えー、今ここにあるんですけど単細胞とと基本的に生命としては同じなんですね光があったら単細胞ゾウリムシ大腸菌いろいろいますけど光があったら光に寄っていくか逃げるか寄ってけるってことは光を認識する感覚器があるんですよね。 で寄ってけるってことは筋肉のもとのアクチンミオシンがあるから寄ってけるでパクパク食べたりうんちもしくもできるでもっとすごいのは増えることができる皆さん増える時どうしますえいってやったって増えないでしょやっぱり隣にいるき綺麗な子に手紙書いたりメール売ったりして食事に誘って「お役場ホテルと」と言って増えるんでしょ単、うん、細胞はそれだけで増えれるのすごいよねうん。 6億年前に私たちは多細胞化したんですでも働きは単細胞とは全く同じです単細胞がやろうとすること私たちは単細胞がこのどっかにいてねそ,のそいつがこれしたいと思ったら全身が協力してくれるんです、ね、このライトを今つけようと思ったら私の手が動いて目が動いてここにやれるでしょうこれ60兆の細胞が全部協力するからできるでしょ 私たちはそうすごいあの体なんですけどで皆さんね先ほどお見せしたこれが、えー、細胞の中ですねこれが血液体液これに細胞が囲まれてるんですけど、えー、これは血液ですこれが体液です海の水と比べてどうでしょうミネラル成分これはほとんど同じなんですよつまり私たちは今もってこの中に 38億年前の海があるんです、この中に。で、私たちはその細胞の中で生きてるんだな。この細胞の中で生きてる、外じゃない。これ、海なんだ。これ、は細胞の中。この細胞の中は今度どうですかって見ると、えー、っとナトリウムではなくて今度、カリウムなんです。塩素ではなくて今度、リンなんですよね。あとはタンパク質とマグネシウム。 そうすると海と中生命活動のある中この差こそが生命の本質なわけですよだからこの中のカリウムがパンパンにあることリンがパンパンにあることタンパク質がパンパンにあることがバリバリ元気であるっていうことの証拠と言えるでしょこれをすることこそが私たち60兆の細胞が元気になることでしょななんかか文句ありますかみたいな <laughs> じゃないですかだからあのその前にちょっとこの方を紹介しますあの、えー、星野先生もこの人のやり方を使って直したこの方は皆さんご存じのようにゲルソンあご存じの方いると思うんだけどゲルソンさんマックス・ゲルソンっていうんですけどこの方はどういうことをした人かっていうとヨーロッパで100年ぐらい前に結核を直せる先生ですごく有名だった結核。ここにに書いてありますけど年に ミュヘン大学っていうところで450人の末期の血を吐いちゃうような血核患者を450人集めて治療してみせたで446人99%を死んじゃったんじゃなくて治した皆さんこれがピアノが教えることピアノが弾くのが上手な先生ですよこの治療法をやれば血核は治るんです99% この当時結核を治せる先生一人もいなかったですよねだからこういう先生につくべきでしょねうんそうですね <laughs> そうところが治せますかって聞かないでしょね結核今結核不治の病じゃないけど昔そうだったこの治療法をがん,がん患者が自分に応用したらがんも治っていくんですなぜ治っていくんでしょう 生命のほ治る法則に従うからでしょうですよね。じゃあその通りやればいいじゃないですかと思うんですけど残念ながら皆さん皆さんが教授だったとしてですよ結核の教授ね何回やっても治せないんですそういう先生だとしましょう <laughs> ごめんなさいこの先生治すとしたらこの先生どうします皆さん治せない教授この人治せる人どうしますここのの先生のところに、えー 直し方聞きに行ききますか聞きに行くっていう人素晴らしいですね <laughs> もう日本の将来明るいねだからそういう人が教授ならいいんですがこの人を抹殺しようとしたんですねうんサモン委員会にかけて医者の免許を剥奪しようとしたこいつらインチキだっていうんでそれがヨーロッパだったんですねそれとこここのの人はここだけけ話ですけど えー、アメリカに渡って、えー、数年後かながんを治せる先生で有名だったニューヨークでねスローン・ケタリングの近くでやってたんだけどなんと秘書にひそかに盛られてしまったで死んじゃったんですよそんなもんですよねうんじゃあどうやって治療法どういう治療法なのっていうとですね有機農法無農薬の人参野菜りんごジュースをコップ一杯1時間ごとに 13回飲ませる先ほどジュースを飲んだら治るって肺がんが治ったっていう方いますよねこれですねじゃあなんでジュースを飲むことジュースと、えー、手術と、えー、それから抗がん剤放射性とどっちがいいですかってあジュースがいいに決まってますよね飲むだけでいいんだもんでも1時間おうちに飲むって大変ですよこういうジュース、ね、飲めばいいんですねあれリンゴが消えちゃった 酵酵素酵素のの働きですねこの酵素私たちあ皆さんご存知だと思うんだけどがんの患者さんは、えー、細胞に元気がないから低体温です36度切ってる人が多い5度2分5度3分自分の体温を測ってほしいんですねそうすると、あのー、酵素が酵素活性が高い代謝が高いそうすると熱が出しますからだから36度5分で結核の方に結核の方に がんがほとんどいないってご存にですかあの人、微熱、結核の患者は微熱が出ますから、がんの患者はほとんどいないと言われます。この熱があること、これがすごいことなんですね。うん、酵素活性が高い。ということであ、この話をちょっとしなくちゃいかんかな。<laughs> えー、この方ね、<laughs> この方、オット・ワールブルグって言います。オッオッワルルブルグ 妻は悪くないみたいな。夫が悪いいみたいなでこの人何,言何した人かっていうと1931年にノーベル医学賞40年にもノーベル医学賞2つもらってるんですねでうーん細胞を35%以上の酸欠に追い込むと細胞は100%がん化する皆さん100%がん化するがんを作るための要因言ってください。っていうと何ですか や太陽の光だとかタバコだとか言いますけど100%起こせるものはありませんほかにありません酸欠だけが起こせるで夫はいにこの人、えー、残念ながらねちょっと特徴のあるおあの方でね、えー、っと趣味は唯一なんだと思いますか趣味お馬、えー、さん 研究室に疲れ,れると外,外に出て大間さん乗って「はいよ」ってパカパカパカしばらくして帰ってきてまたし研究室に入っちゃうそういう人だったんです。弟子取らないほとんどで公園、あのー、旅行にも出なかった阿保先生阿保先生はもうフットワーク軽い方であちこちに、えー、でこの10年金土、えー、日金土日って、あのー、日本国中駆けずり回っていらっしゃいますけどこういう先生だと弟子ができるんですよ。 ところがこのワールドブルグはね外に出ていくといろんな変なものを食べちゃうわけでしょ添加物がもう流行してた頃ですからこの人非常にねストイックっていうか食べ物添加物が入ったものとかえーいわゆる今の農薬を使った食べ物を一切食べない人だったんですだから出陣が作ったものしか食わんかったそれともう一つ大事なの彼女とデートしたことが一回もないという女は大嫌い 執事とできてたみたいな話があるんですけどとにかくそういう方なんですよだからね子孫がいないんですよ弟子もいない講演活動も出ないでこの情報はね伝わらなかった残念ですね非常に残念で、うん、皆さんちょっとこれを聞いてほしいんですねえー、っと聞こえますか モールスですねモールス信号これはあの本,物の本物のモールスである人からちょっと録音させてもらったんですけどこれ本当の4000人の突撃隊というか上風特攻隊が沖縄戦で突っ込んでいきましたよねでこの人の本当のモールスなんですこれで宗像隊今から突撃す突入すだ宗像隊今から突入すでこれが鳴ってるうちはまだ飛んでるんです。 消えたら突っ込んだそうすると私靖国で会いましょうってこの傍受してる人が言ってくれるんですそういうモールスこの4,000人全員がんだったですかってすごいストレスだと思いません ?3 か月4か月で死ぬんですよだからストレスががんの原因か100%がんを起こせるか多分違うらしいねこのある容器に動物入れて それれから細胞を入れて酸素を抜いていてく酸素が少ない状態になった時にがんが発生するっていうことをこのオット・ワールブルンが教えてくれたこの知識が日本に入らなかった残念ねこれが入っていればもっと治療法は違ってるはずなんですよそこであの今日は治療法までちょっと行きたいんでちょっと急ぎますけど、えー、急いでるって,っても随分時間経っちゃったかしら <laughs> ゆっくりやってる気もするけどこれ細胞です我々の細胞ね電子顕微鏡のものですけど今日の主人公はこのミトコンドリアってやつなんですねミトコンドリアって聞いたことありますかあーすごいさすがこの会場は違いますね <laughs> えこれ神経細胞です脳のね神経細胞140億個いるんだそうですね でこの神経細胞にミトコンドリアはなんと5000匹いるんだそうですよ5000匹5 0 0 0る1 4 0億はいくつでしょう <laughs> 約,約7 0兆で皆さんね今からね、えー、今日から今からたった今から食事しちゃいかんって水だけあげるけどって言われたら何日生きるか、ね、3日で死ぬことはないね水飲んでいれば。 30日、1か月30日なんだそうですよ。ね、じゃあ水もダメ、水もだめ、水もだめ、これは3日なんだそうです、30日3日。じゃあ、皆さん、今から隣の人の口を押さえて呼吸できないようにしたら、何分いきますか、30日3日そうですね、3分、三分。じゃあ、なぜ三3分で死ぬんですか ってうといい子供の頃よく我慢会やりましたけどね4分5分いられたこともあるけど3分で死ぬ理由はなぜでしょうえ酸欠になるどこが酸欠になるからイエスノーじゃなくてイエスあノーですあ <laughs> <laughs> ノーですねそれからイエ,あイエスあ違うよくかそれから心臓ねこれが酸欠に弱いんですね ミトコンドリアがたくさんいる細胞は酸欠に弱いんですよ。それで、これがミトコンドリアですね。さあ、ここがものすごく今日のお話の中の一番大きな山場なんですけど、これ分かっていただくと、がんはこうやってできるんだって分かっていただけると思うんですが、これ細胞です。ちょっと見にく,くてごめんなさい、これ細胞。これがミトコンドリア。マイトコンドリアって英語で言いますけど、これが細胞。で、肉を食べると、 アミノ酸になるんです20種類のアミノ酸になって細胞に入ってきます。細胞で、えー、油は脂肪酸とグリセリンになってやっぱり細胞に入ってきます。でこのルートを見てほしいんですけどミトコンドリアの餌になってるんです。アミノ酸も、えー、脂肪酸もミトコンドリアの餌でこの細胞の餌ではないんです。ミトコンドリアの餌なんです。ところが炭水化物だけ別で炭水化物の場合は ブドウ糖になるグルコースになってそれがピルビン酸になるときにエネルギーができます ATP2ATP AT できるんですねでこのだからブドウ糖は炭水化物はこの細胞の餌なんですミトコンドリアの餌でもあるけれどそしてこのブドウ糖がこのアセチル抗液というものになってこのブドミトコンドリアの中でクエン酸回路を回ることで 電子伝達圏に渡されここでカリウム40という放射性物質から出る電子でこの電子伝達圏が回るということを阿部先生が教えてくださったんですけどここで酸素が使われます酸素を使ってリンを使って酸化的リン酸化ってやるんですねこの時にエネルギーができます 36ATP こっちは 2ATP すごいですよね 18倍違う。でこっちはね酸素を使わないんです。こっちは酸素を使うんです。それでこっちは北島康介の世界でこっちは、えー、高橋直子の世界だ。でこっちがねあのえっ、ー、と反射運動。こっちは、えー、そうじゃない。でこちらはあの北島康介ですからあの動きが早いでしょ。呼吸しないで動く。 でこっちは呼吸してこっちは沿岸のお魚こっちは沿用のお魚と言われて沿岸のお魚はタイヒラメ肉は何色ですかって白ですよね白こう沿,岸の沿岸でプラプラ,プラ,プラしてて敵が来たらピッピッとこう海藻とか岩陰かに隠れる速さがあればいいんですよねこれ反射運動なんですでこっちはそうじゃない沿用のお魚えマグロサバ赤いでしょ ミトコンンドリアがたくさんいるっているととうことだねピンクとかでこっちこれとこれ私たちの筋肉も白い筋肉と赤い筋肉があるんです白筋と赤筋とそれであの北島康介を解剖すると多分白い筋肉だらけ高橋直子を解剖すると赤い筋肉だらけのはずですで私たちも子どもの頃は白い筋肉が多いんですよ大人になると赤い筋肉になってくる。 だから私のような60ぐらいの人がテカ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 でかでかで走り回ってハッ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 ハでハッ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 ハでハッハでハッ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 ハるかでハッ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 かッハでハッハッかッハでハッ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 ハでハッ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  それで皆ささん、さあここが一番大きな山です。ここに入ってくる酸素が十分なかった場合にどうなりますかこの細胞は死にますかそれともミトコンドリアは死にますかという質問ですね体の中に冷えとか低体温とか、えー、低酸素状態になった臓器があったとすればその臓器はどうなりますかということですねん 細胞は死なんのですね残念ながらこのミトコンドリアは多分行かれるでしょう不活化すると思うんですねところがこの細胞はブドウ糖が餌なんだからもともと生き残るんですよこれを正常細胞から異常細胞への変換ですよね、うん、私たちの体は全部正常細胞なんですよところが酸素が十分もらえないとなるとその細胞は ご先祖様に戻るとということだねそれががん細胞だ単細胞に戻るということだですよねですからあー治療法としてはしっかり体を温めること血の流れを良くすることそれと栄養をしっかりとることじゃないですかこれ,これこそが治療法でしょところが、えー、髪がポろって抜けちゃうような抗がん剤を入れると、えー、どうなると思います私ずいぶん薄くなってきてき 困ってるんですけどこれがペロっと抜けてええー、抗がん剤効いてるねとか言われてありがとうございますって皆さんに言わせんですよおかしいと思いませんうん、私おかしいと思うんだけどあの自分の感性ね、えー、でこれこれが、えー、要するに先祖代わりががん細胞だろうということですねこのもんどころが目に 毎水戸黄門ドリアなるぞってどうですかこれ水戸黄門ドリアなるぞはいそれで今まではですねあの肉体的な健康の話をしました今度は精神的な健康ですね精神的な健康をいかにこう、えー、上げるかっていうことですね、うん、それでこうやったら健康になるって今肉体的な健康をお話ししました 温めなさい。徹底して温めなさいそれと酸素を十分取り込みなさいそれとよく眠りなさいよく笑いなさいですよねさてがんって言われて笑える人は少ないと思うねバザーイとか言って私もよくがん患者さんに言うんですねおめでとうございますってえっ先生なんで私におめでとうって言うのってだってあなた心筋梗塞だったらもうここにいないよって脳梗塞だったらね大変ですよってね もう相手が何言ってるか分かんない言ってることも分かんない意思疎通ができない垂れ流し、麻痺これで3年4年生きるんですよがんは違います死ぬ3日前まで歩けます喋れます垂れ流しなし治療法が良ければ治るかもしれんどっちがいいですっておめでとうございますでしょ、うん、それで皆さんこの女性は今あ手を挙げて見えますかね手を挙げて飛び上がってるんですね何してるところか分かりますか んこれはあの5年間付き合ってきた大好きな結婚まで考えていて身も心も捧げた男性から、ね「もう君とは結婚できないもっといい人ができたさようなら」って言われたあとなんですよ。ええー、でしょでこれは私があの一応メンターとしている一応っていうのおかしいな <laughs> メンターにしているアンソニー・ロビンスっていう人から習った。 あの気分の切り替えの仕方なんですけど私たちは何をしててもね気分なんだそうです気分がいいということが目標なんです朝起きてから気分がいい寝るまで気分がずっといい最高の気分ねお金があろうがなかろうが関係ない彼女がいるようなから関係ない気分がいいということが最高なんですベンツベンツに乗り換えるのは何気分痛いいめですよ大きな家に住むため何のため気分痛いいめでしょ ね、気分なのそれでじゃあ気分はこうやって決まるよって彼は教えてくれたそれはね一つは何を考えてるかで気分が決まるんだそうです何を考えてるか悲しいこと考えたら気分は悲しくなりますよね楽しいこと考えたら楽しくなるそこで皆さんにやってほしいのは過去今までの人生で最高に良かったことを10個思い出してほしい最高に良かったこと でこれをある女性に聞くとそうですね大好きだった初恋の人に注視してもらった時ですねとかありますでしょそれから子供が生まれて健康で生まれた時ですとか抱いて15秒です嬉しいのは15秒たったブワーって盛り上がってあとはなだらかに喜びが続くんですこのようにーって持ち上げてほしいで,で私の場合だと大学あの長崎大学医学部に合格したって電報を受けた時ですよやったよしよしやった、うん、あれ これから大変 <laughs> でしょ、うん、医者になるって結構大変なんですよねとかまあそういうことですよそういうのを思い出してほしいんです15秒る1 0個で150秒3分間3分間気分よくしといたらあれ半年後に死ぬって言われたんだっけってなりません気分よくするこの気分をよくする方法を知ることがすごく大事自分が なりたいことありますでしょう将来こうなりたいああなりたいそれがもし実現したらどういう気分です実現した像をねもう実現してしまったかのように見るんですよこれこそが治る秘訣なんだなだからオリンピックで金メダル取る人は何をやってると思いますいつもいつも表彰台に上がった時のガッツポーズを考えてるんですよどうやらか知らんけどこれをし しっかり見てる人何万回も見た人は必ず決めたとれるじゃあ俺やってみようみたいな <laughs> であのがん患者に聞くんですよがん患者あの,あの治ったらどうしますってそしたら「先生治ったら考えたことないのもう3年ぐらいもう旅にも行ってないし」とかねおっしゃるです治ったらどうしますってもうしつこく聞く治ったらどうしますってしつこく治ったら治ったら治った時のことを考えてもらうために治ったらどうします そうです、ね、治ったら、うん、4回5回聞くとね必ず言いますね「うんそうで治ったら、うん、パリに行きたい」ね「エッフェル塔シャンゼリゼ通りを歩きたい」「誰と歩きたいですか?」「旦那とへえ旦那と」みたいな <laughs> 行っ「パリ行ったことあるんですか?」って言うと「一回あるんです」とか言って「もう一回行きたい」あ「あそうですか」じゃあちょっと目を閉じて。 今ね旦那と一緒にシャンゼリー通りを歩いて夕飯の心配とかね何食べようかっていうことを考えてますよもう治ってますよどうですっつったねダーって泣かれるんですよその気分になってる免疫が上がるね免疫が上がるもう実現する実現した世界これをまずまず前もって喜ぶことがすごく大事前もって喜ぶこれを喜んでると元気が出ますよ これがだから何を,何を考えるとかで気分が決まりますよってこれ一つですもう一つは振る舞いで決まる振る舞いでうん私のクリニックにねうつ病の患者ずいぶんいらっしゃいますそしてねその時ねこうやって入ってきますこんにちは先生私あのうつ病で会社に23ヶ月行,って行けないんですよろしくお願いします直してください 言うと思いますまず言わないねやっぱりね頭がちっこう「はあ」「返けません」「2ヶ月いってね3ヶ月」はあ「はなんてやってますよですよねつまり振る舞いが全然だめですよねさっきウォーキングやりましたけどあのなんていうかな振る舞いがね気分に影響するですね で私、30年前30もう31年か2年前に10万円宝くじ当たったことあります、10万円、あの当時、今でいう50万か60万、で私、高校出てからあの仕送りなかったもんで、大学院も部活あのバイトして,行ってたんですけど、2か月後に大変な試験があって、バイトできない、そし神棚にあったね、あれを出し、宝くじ私当たってた、10万円、その時どうなったと思います 座ってたんだけど暗いい部屋で70ぐらいの大変ですよ天井に頭ぶつけるかぐらい飛び上がったの「ブワわちゃーい」言うてでね足がね止まらなくなっちゃったの嬉しくて嬉しく止まらなこ,こんなに早く足を動かしたことないぐらい今よりはすごかったと思うね大きな声が出て天井も飛び上がるう嬉しいって聞いてそうでしょ で皆さんに質問全く嬉しくないときに今の動作したら心は嬉しくなるかんあのなんかすごいね病気の人がね悲しく虚なしくなると思って言ってたぶん違いますよその日やってないやってみてってでこの講演してねあるとこでやったらねここにいた人全員やったそうです <laughs> その後 <laughs> 私いなくなったととにかくそういうことで皆さんあのこの え朝起きてね鏡を見てニカって笑ってね一日送るまたは朝起きた時にまずやることは気分を最高に持ち上げる最高にうまくいってる行った時のことを思い出すまたは今やろうとすることが最高にうまくいってる状態を思い描いてよっこらしょって起きて仕事に出るのと月曜日だぜって出るのと成果が違いますよって。 うんはい、人間の可能性はどうですかって皆さん聞くと「人間の可能性は無限大です」とか言うんですよ。で坊や,に、えー、坊やに言うでしょ子供に「誰々ちゃん?」って「君はね人間可能性無限大なの」ってそ,そうじっとこっち見てね「お父さんは人間だよね」とか言って <laughs> でこの「可能性無限大」とすれば可能性を無限大ならば行動も無限大にすれば成,成果も無限大になるはずでしょ。ね じゃあなんで無限大にならないの皆さんの成果はとか言って <laughs> えだからあの何でもいいんですけど何でもかこれお水だなこのお水最高のお水なんだそうです亜鉛バナジウム水ねでこ,れこれをあの例えば販売するときにですよこれに対して全く信用しなくてねセールスいったらどうですか成果出ますか可能性は無限大なんですよ えー「今日は俺1,000件回るぜ」って行動その時にこ,うこれを持って歩いてね今後、うん、1軒目なかなか会社から来たんですけどこのニュ,ニューパナディスあのすごくいいんですよ飲みませんとか言ったら誰が買ってくれますかって <laughs> 1,000件回ってもねところが逆にこれに対して絶大なる信念といいと思って本当に思い込んでて飲ましてあげたいと思ってたら 全然行動違うはず1000、ね、件もあったら多分900件ぐらい契約取れるんじゃないのって私なんか思うんですよ人生ってそんなもんだっていうんですねだからこの、えー、信念態度ここのところをねあのしっかりしとかないと成功しできるでしょってあれまあ大体いろいろお話しましたけど、うん、えっ、ー、とまあいっぱいあそうかえっ、ー、と結構あの これだけ言っここうかなこれね IPT 治療ってあります、インスリン強化療法、これ私、700人か800人ぐらいしたんですけど、あの皆さんあの、放射性蛍光物質にブドウ糖を入れて、フッ素系の安,定あ安全性の高いです、ね、ものにグルコース混ぜて、えー、注射すると、ここに癌があるって分かる、これ、ペット検査、ペット検査ご存知です ですよね、これあのそういう検査なんじ,ゃじゃあなぜここにがんがあるって分かるのかっていうと先ほど言いましたようにがんはブドウ糖が餌なんですブドウ糖だけが餌なんですですからこのブドウ糖を取り込む力が普通の正常細胞より16倍強いなぜかっていうとインスリン受容体が16倍あるからですインスリンっていうのは細胞を,物質,細胞を物質を細胞の中に送り届けることができるホルモンのことです だからインシュリン渋滞が多いってことはブドウ糖を取り込む力が多いそれを利用したのがペットケンスだったらブドウ糖に抗がん剤を混ぜ込んで20分の1とか10分の1混ぜ込んで点滴すればいいじゃないのってそしたらがんけに行くんだ全身にやらないどうですかあとどのくらい時間あるかしらあそうですかはいでそれでですね がん細胞は先ほど言ったように 2ATP しかできませんブドウ糖でところが正常細胞は 38ATP でいきますねこのハンディすごいでしょでがん細胞はでも単細胞なの単細胞はこの場合バカという意味ではないんです先祖に戻った細胞だから頭がいいんです抗がん剤をすぐ無力化する力を持ってる、ね、それであのインスリンを取り込む力を強くするためにインスリン受容体もたくさん作っていますこのために あのブドウ糖を取り込む力が強いだからこういうことすればどうですかって5%から10%の抗がん剤10分の1ぐらいの抗がん剤と5%のブドウ糖溶液を混ぜて 50cc ぐらい作るよくく振っって作っとくこれにどうするかというと今日はお食事しないで来てくださいねって患者さんに言うと大体血糖値が朝血糖値が80から100が正常なんですね。で <laughs> 200は糖尿病ですでこの人にインスリンを5単位から10単位打ちますそうすると血糖値が下がります50とか40に下がりますそしたら冷や汗が出たり動悸がしたりするんですけど横にブドウ糖溶液置いて置いてすぐ入れる準備してますから低血糖になりませんでそういうふうにしといて5 4時に下がった時にどういうことが起こるかっていうとがん細胞はブドウ糖だけが餌だから ものすごい生存がかかったような気分になってガブ,ガブガブガブブドウ糖を取り込むわけですよ。その時に毒入りまんじゅうということでブドウ糖あ抗がん剤がくっついたブ,ブドウ糖を5分で点滴します。さあとそうするとがん細胞だけに行くでしょペット検査の。ねこの治療法はすごく有効な治療だと思いますけどなんでこれが日本で広まらないのって。これは抗がん剤が20分の1しか使わないということが一つと。 それから皆さんが IPT 治療なんて知らないからやれって言えないですねそれで皆さんねがん患者が先ほど原田芳雄さんが肺炎で亡くなったっていう話先ほど言いましたけど私たちの抗がん剤入れますでしょその時にあなんだっけえっとこの話をした方がいいかしら 安田さんから聞いたお話なんだけど皆さんまでベラ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 べら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 喋ってますけど私の母親の親父は大工の棟梁だった10人ぐらい使ってて私が物心つく頃にはすでにもう引退しててごしか作ってなかったです綺麗なかご作るんですよねで鳥ご作ってねあのスズメ捕まえて喜んでたじいなんですけど <laughs> 変なじいちゃんだったけどあの本当の大工の棟梁こっちも大工の棟梁がねあの 入院してきたんだそうですがんセンターに、ねえー、そして調べたらどうも手遅れだ転移が全身にあるよダメということになった抗がん剤放射線やってみないとわからない結果はということだったそしてこの当領はんつったと思います先生失礼するよ先生びっくりどこ行くんですかいや先生治せねえんだよな治せねえんだろ治せる先生探すよがんセンターの先生ここ以上いいがんセンターはありませんよ それこの棟梁なんですかびっくりしたねってられたねって直せねえのに金取るんかいって俺たち大工は修理してくれとかガタピシガタピシン修理してくれって,て,れって直せないのに金なんかくれって言えないでしょですよね5,000万1億の家を作れって言われてねはいっ,って作ってみますとかやってみましょうっつってね作ってみたらできなかったら金なんかもらえないでしょ医者はいい商売だねって言って去っていってまだ生きてらっしゃるそうですけど皆さんに質問 あのロサンゼルスとか、えー、ニューデリーとか行ったことありますかねありますその時に成田行くでしょう機長とかスチュアデスいますよねそこに行って、えー、この飛行機はロサンゼルス行きですかって言うと、えー、スチュワアデスんと答えますはいそうですって言いますよはいそうですどうぞお乗りくださいって言いますよねその時に飛んでみないとわかりませんとどうなりますえ乗りますやってみないとわかりませんとか言ったら でもみんな乗ってるのだから毎,毎年、えー、毎日だ千人死んでる千人。三十人36万人去年死んだ千人ですよ大変でしょうとか治せる先生はどっかにいる治し方もあるなんでそれやらないのって聞かないんだもん先生治せますかってで、そういう先生がいるがんは治らないは治らないの先生治療するのって感じだよね、うん、で延命するとか言うんですよ でねこれおかしいでしょ治るって言ってるので我々医者はがんは治らないっていう教育を受けちゃったのだからあのおばあちゃんしか見えないそれが今の治療ですだから我々はしっかり目を開いて大きく開いて本当はどうなのかって知る必要がある本当にどうなのってその治療法先生しますって聞いてくださいそれと10年後まで生きてたら半年後に死ぬよって言われた人が あー10年まで生きてたら会いに行ってくださいその先生に先生の治療じゃなくてこうやったら治ったってところが治ったらね先生言いますよがんじゃなかったってすごいよね、うん、だから私は治してなんぼの世界に戻すべきだと思う保険じゃなくて治してなんぼの世界に戻すべきだと思うあらゆる病気治んなかったら金払わなくていいっていうぐらいやった方が私はいいと思うね皆皆さんが、ね、皆さんんががね優しすぎる と私は思うなそれであの抗がん剤は何をするかというと、えー、DNA とか RNA を作らせないんです、タンパク質を作らせないといろいろありますけど抗がん剤といろいろ違いますけどさて抗がん剤入れて一番の <coughs> 副作用は何でしょう髪の毛抜ける、粘膜がやられる、ね、粘膜はちょっと噛んだからですぐ戻り,ますよ戻りますよ、細胞分裂盛んだか,らだから抗がん剤入れると食べれなくなりますよ、気持ち悪くなって髪の毛抜けますよ。もっとすごいのは 骨髄破壊が起こる骨髄破壊が起こるで骨髄破壊起こるということは血が作られない皆さん血小板は、ね、約15万個から30万個あります縦横高さ1ミリこの中に15万個で毎日死んでます7日から12日で入れ替わってんだ7分の1または12分の1は毎日死んでるとかなぜ減らないのっていうと作られているからところが抗がん剤入れると作られなくなるだから減るだけで えー、血小板が5万4万になったらどうなります血が固まりにくくなる。村岡さん、はい、点滴終わりましたよって言われて自由にしていいですよ、あたかたかたか動き回る、その時にぶつかったり転んだり内出血血管の中で出血状態になる、これを我々は DIC っていうんですけど、種をまい,いたように血管の中で凝固が起こります、血小板が多少あるから。 でこれがあのあの9時10時にもう消灯になってうん水を取らなくなる水分を取らなくなる心臓はだんだん,だんだんゆっくりゆっくりになって血圧が下がってくるこの時に微細な血栓が血の塊がえ、えー、腎臓肝臓の心臓詰める毛細血管詰めるそうすると心停止が起こるでこれでもって、えー、患者さんが死んでいくねっ こういうことで80%のがん患者さんはこういう副作用みたいんで死んでるわけですよ。これをなんとかしようよということだね。これをなんとかしようよ。我々のこんないいこんなに素晴らしいね日本人をこれ以上殺すなだよねだからあのこういう会を我々は有志と作ってでも分からないとダメでしょしっかり分からないと。知ろうとしないのが素人だって <laughs> しろうよってしってかりねいうことですそのためにサンドバッグになるから我々がサンドバッグになるからどんどん質問して,って医者の前でおじけない人間になって東大出ようがあ慶応出ようが関係ないよって治せるのかっていうことですよせ治せんだったら尊敬します治せなかったら何ですかっていう私は慶応病院に何人か患者を送ったらみんな死んじゃったん、うん、血を止めて血を止めてほしかっただけ子宮頸がところが二人とも死んじゃったねっ 私は慶応病院って今呼ばない何ノックアウト病院 <laughs> <屋>でしょ <laughs> こ,れこれはあのビタミン C なんですけどあ,あと,と23分ですかね、えー、とこれビタミン CMIH っていうところでやってるんですけどこれは1 0ムをビタミン C 口から入れた場合に血中濃度は上がりません。 1 0ムの点滴、5 0ム点滴、1 0 0ム点滴血中濃度ですね、で6ミリモルを超えるとほとんどのがん細胞を殺せると言われている、微量な酸化物ができるんですね、過酸化水素って、それががん細胞を殺す、がん細胞は酸素に弱いということで、体をしっかり温めてね、あの体をしっかり温めて、うん、あそう、最後にこれ、これ言って終わります。あの 私は5年以内にがんは日本から消えると思ってます。で、その根拠は何って言うと、あのビタミン C がビタミン C が解決病の原因だっていうことは皆さんご存知ですよね。ビタミン C があなんで解決病になるか、体内となるかとすうと、あのコラーゲンというのができなくなるんです。骨は90%コラーゲンでできています。 皮膚ははココラーゲンです血管はコラーーゲゲンンでですす血管なんだからビタミン C 取れないとビタミン C と酸素とアミノ酸で、えー、繊維を作るんですコラーゲンという繊維をでその血管の壁が丈夫になるでビタミン C 取れないとたるみとか出るのはそれですだからビタミン C が取れればけ解決病は解決するんだそれで世界から消えたカッケも同じカッケは、えー、ビタミン B1 です B1 ね、あの江戸患いって言って何万人も死んでた白米を食べてそれから森外っていうドクターが、えー、日本の陸軍には、えー、ビタミンあの麦飯食わせなかったねだから実際の日露戦争で死んだよりも「滑稽」で死んだ兵達さんのが多かった心臓止まっちゃう、うん、だから敏感が「滑、え、稽、ー」ビアンがの原因だって分かった瞬間に「滑稽は滑稽した」みたいな <laughs> 同じように癌も癌もこれは 再代謝不全病、代謝不全病、だから低体温になります、低酸素状態になります、体、その時にこの病気は発症するということが分かれば、徹底して体温めようよ、温泉に行って体温めて治そうよ、それから運動して筋肉をつけて、筋肉が熱、ね、作りますから、下半身の筋肉70%、下半身に筋肉つけて毎日1万歩ぐらい歩いて、しっかり歩いて、よく眠って、リラックスして、笑って治そうよ。 代謝不全病。だから、それを分かった瞬間に、この日本からがんは消える。ただし。ただし、皆さんが分かって。広めてくれることが一つの条件ですよね。私だけ分かっててもしょうがない。で実際に治してくださいよって、うん。で、五年で、えー、もし治せなかったら、五年ね。ということで。時間、時間になって。 何か質問があったら <laughs> 大体このぐらいで終わらせていただきますけどあ、うん、あのまたあの、えっと、じゃあなぜねあもう一つなぜこのがん、えー、治療がこのいわゆる30年も40年も続くんだろうかっていうと一つ答えは一つです。日本が植民地だだかからアメリカ医学の奴隷だから <laughs> であ皆さん抗がん剤放射線いい入れると体ボロボロになりますよ。ボロボロロですよね。 ボボロボロになったら体中痛いですよ私は経験したことないけどものすごく痛いモルヒネが効かない麻薬が効かないで麻薬を堂々と使いますよね皆さん麻薬を取り扱ってるとこどこか分かりますか麻薬の最高中枢これは大きい声で言えないんで酒の席で言いますけどちょっと今ここで言えない <laughs> 怖いとこが使わさどってるんですよこれは、うん、この麻薬というものはアヘン戦争があったように どっっかがやったでしょ、ね、だからそれが今も行われてる日本にアヘンクツがあるあそこにというぐらいかなこれ以上言うとなんかね <laughs>、うん。まあそういうことだと私は思ってますある時気づいたあそうだってそういうことなんだ同胞が抗がん剤放射線で 40, 40年間同じような治療して死んでいる我慢できないでしょ 治,治る病気治し方があるのところが医者は医者は悪人ではありません医者はそういうふうな治療しかないというふうにわれわれは習ったのつまり洗脳されたのだと思うよだからこの日本を救えるのはわれわれなんですよわれわれなんですよ、うん、いということでねあの皆さんの力がぜひとも必要ただししっかり勉強しないと ちょっと救えない大変です人を救うっていうのは大変だと思うででまあそういうことでねあ,のありがとうございました今日はどうも大変ありがとうございました何かご質問とかいいでしょうかあと5分くらいはどなたかあご質問あるある人はいあの朝鮮の方。 はい、そうですあのもう私も700人延べ人数700人ぐらいやりまして自分も入れました相当入れましたあのレモン3000個4000個分のビタミン C を入れるんですけどあの、えっと、純粋ビタミン C ではない天然のビタミン C ちょっと意味が違うんですけどあのカタラーゼという酵素が,ががん細胞にはほとんどないんだそうです正常細胞にはカタラーゼという酵素があって過酸化水素に負けない ところがん,がん細胞はこのカタラゼという構造がないためにもろに酸化されちゃう、うん、それでがん細胞は殺せるというただめちゃめちゃ効くかって言われるとねちょっとよくわかんないけどあの要するにこの治療法に関しては皆さんお察しのようにいろんなことを併用的にやっていくだから保険が効かないからあのそこが唯一の問題点かなと思うの。 うん、だからお金持ちでがんの患者さんにしっかり,っかりやってもらって治してもらってでだん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 お金がかからないような治療法に持っていくかなんかそういうことだと私は思ってますけど初めはちょっとお金がかかりすぎだとは思いますいいいいいでしょうか、はい、もうかははも一人ぐらいあ,、はい、あ,ありがとうございます あの先ほど、自分たちがで,できることで、体温を上げるっていうことがあった<ん>。体温を上げていくっていうのがあったと思うんですけども。具体的に、温泉入るとか、そう、いろんなもの。四十、四十一度ぐらいのお風呂、四十度ぐらいのお風呂に。一時間、毎日三回ぐらい入るとかね。でも、いいと思うし、<laughs> 湯たんぽ抱いて寝るとかね。夜はね、あ、冬は。それとか、とにかく体温が <laughs>、ちょっと。 あの汗をかくと熱が体温が下がっちゃいますから。熱、あの、がさ、あの下がらない程度三十七八度、ね、汗をかかない程度の。えー、着込むとか、それでも結構いいと私は思います。首輪出してた方がいいですね。あの、うん。ありがとうございます。あの、インフルエンザ。一週間ぐらい熱を下がらなかった人が二人。二人ほど全身のがんが治った人がいるって私聞いてますけど。インフルエンザ熱が。 この人、解熱剤入れ入れられなかった。で一週間熱出しっぱなし、苦度。そしたらあの九度ぐらいだったら耐えられます。まああとご質問あれば先生に個人的にお話を伺ってください。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。<laughs>